すがすごい力。今すぐ手当てを。そう言ってられんぞ。ようやくわかったぜ。お前が奴を狂わせたのか。くたばりやがれ。Sushi.
万物の骸、悠久なる火をまとい、再来の炎となれ。ごめんね兄さん、こんな形でしか会えなくて。僕がわかるのかい？二人を守ろうとしたのか。本当にいい子だ。そこにいるのだろう、アルテマ。我が存在を知ったか。褒めて使わそう、フェニックス。お前のことを探るために随分と旅をした。僕たち兄弟が引き裂かれてからずっとね。お前の狙いが兄さんだということはもう分かっている。だが兄さんはこの僕が守る。ならば古の力秘めたる神々の息を、不浄なることの葉を払え。ほう、魔法衝撃。ラチが開かないな。もうよい、戯れはやめよ、フェニックス。器を渡してもらうぞ。させないよ、絶対。断りたるお前を倒せるなんて鼻から思っていないさ。でも兄さんを守るだけなら僕にもできる。僕の力、一体何だと思って。
指導は必ず探したぜ。ここにいるはずなのに、どこだ。見つからなきゃ俺が殺される。クソ、探せ。何としても探したぜ。指導、助けて。ここか。貴様も、クソが。ガブ、急いで。わかってる。ここにシドはいないようです。クブカ様に報告を。もう遅い。からいい織物を仕入れたよ。どうだい、触っていかないかい。ほら、チョコボの肉はどうだい。うちのはそこいらの店とは違って美味しいよ。ぜひ味見してってくれよ旦那。さあ一口。さあいらっしゃいいらっしゃい。朝採れたばかりの新鮮な野菜だ。何でも揃ってるよ。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬。ちょっと見たってよ。どれもどれだって新鮮だから。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬、いろいろ取り揃えていますよ。飲み薬、塗り薬、貼り薬。旅の方、お薬はいかがです。血止めや足の疲れに効くハーブもありますよ。ごめんね、買ってあげたいけど。どうか良い旅を。どなたかお薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬、よく効くお薬はいかがですか。シド、よく来てくれた。ベアラーたちは。町外れの議事堂跡に囚われてる。風牧部下の私兵どもが見張っていて手が出せん。また奴らの仕業か。そうだ、あんたをおびき出すための罠だよ。またなの。これじゃまるで見せしめぬ。これから議事堂跡へ向かう。おい待ってくれ。これまでにあんたや組織を守るためにどれだけ犠牲になったと思ってるんだ。救える命を見捨てろと。そうじゃない、あんたが出向く必要はないと言っている。頑固なところは先代にそっくりだな。
くれぐれも気をつけてくれ。今のあんたは紛れもなくシドなんだ。忘れるなよ。どうか見逃してください。俺たちは逆らう気なんてこれっぽっちもないんです。ここの家畜は喋るのか。私たちを主人のもとへ返してください。黙ってろジジイ。風悟の姿はないか。そもそもシド本人が顔を出すとは思ってないんでしょう。あ、だろうな。お願いです、命ばかりは。黙れと言っているのがわからんのか。遅くなった。この雷に打たれるのはどいつだ。まさか本物シドだ。行きましょう。全員呼び戻せ。行くぞ。ええ。シドを殺せ。
バカした。